よろしくお願いします。ちょっと簡単な発表をさせてもらえればと思います。で、今日は、なんかスベルトのデバッグ方法をご紹介できたらいいんじゃないかと思って、発表させていただきます。で、今日は、簡単に僕の自己紹介、まあ、さっきの、自己紹介でもあったんで、もうあれなんですけど、簡単にした後に、まあ、デバッグ方法、簡単に紹介した後、で、今日はなんかライトニングトークなんで、あんまり、深い話というか、いっぱいの話はできないので、学習資料とか、僕が個人的に参考になったもので、もし皆さんがまだご覧になってないものがあったら、それも参考になるかなというふうに、思いますので、それを紹介させていただきたいと思います。で、一個ちょっと僕お伺いしてみたいことがあって、その JavaScript とか TypeScript のライブラリとかって作成したことってどのぐらいの方がいらっしゃるのかなっていうのがちょっと気になったんですよね。で、なんかもしある方とかいたら、なんか、ハンズアップとかしていただけるとなんですけど、そういう方ってどれぐらいいらっしゃるんですか？お、ダビデさんはあるってことですね。あ、2人。まあ、今何人かいて、3人、4人。まあまあ半分ぐらいの方がまああるってことですね。だそういう方にとってはもしかしたらあんまり知ってるよって内容で終わってしまう可能性はまああるんですけど、まあ逆に、なこういうデバッグの方法もあるよとかがあったらぜひ教えていただけると嬉しいななんて思います。で、な個人的になんか去年僕、Java とかもやってるんですけど、Log4j の脆弱性があったりとか、まああと Colors.js で、作者の人がすごい大変なことになっちゃったみたいなことが、まああったと思うんですけど、なんか普段僕らって何気なくオープンソース使ってると思うんですけど、なんかオープンソースを使うって意思決定した時点で、なんかいざという時自分でオープンソースの中も見て問題を解決できるって必要はあるんじゃないかなと思って、なんかスベルトをもし使うんだったら、デバッグ方法も分かっていると、まあそれに越したことはないんじゃないかなと、まあ、いうふうなのがまずモチベーションです。で、まあ今日はライトニングトークなんでその最初の一歩を発表させていただければなというふうに、思ってます。で、自己紹介なんですけど、株式会社フライルというスタートアップでエンジニアをしています。で、まあ、プロダクトマネージャー向けの、SaaS を提供している会社です。で、プロダクトマネージャーっていう言葉にもし興味がある方は、一回、ホームページとか見ていただけると嬉しいかなと思います。で、趣味でスベルトのコントリビューターを、してます。ベースボール山って名前でやっていて、まあ、たまに、コミットしたりとかしています。はい。で、まあ、あんまりよくわからないんですけど、開発エコシステムとか、コンパイラとか、なんかそういうのとか、リントとか、なんかそういうのに興味があったりします。で、ここから本題なんですけど、ありがとうございます。まあ、コメントをいただきました。ありがとうございます。で、本題なんですけど、まず、デバッグするにしても、何はともあれ、スベルトのライブラリの準備をしなきゃいけないので、まずその前提を合わせるために、その手順を説明するんですけど、まあ、ライブラリ開発した方はもちろんわかると思うんですけど、リポジトリを、スベルトのリポジトリをフォークしてから、フォークしたリポジトリをチェックアウトして、で、NPM インストールして、NPM ランビルドして、NPM デブする、あ、ランデブする。まあ、ここまでは普段と一緒だと思うんですけど、最後、NPM リンクっていうコマンドを、まあ、実行しますと。で、これが何かっていうと、まあ、簡単に言えば、簡単に言えばというか、チェックアウトしたスベルトのリポジトリの、まあ、このディレクトリというか、フォルダを、グローバルのノードモジュールズ、ディレクトリにシンボリックリンクを作成するっていう、まあ、コマンドで、これをすることで、まあ、後で、手元にあるスベルトを、使えるようになると、まあ、いうことに、まあ、簡単に言えばそういうことになりますと。はい。で、これだけなんですよね。だライブラリはフォークしてビルドして、NPM リンクするだけということで、とても簡単だと思います。で、スベルトのアプリの側の準備なんですけど、もうこれも、いつもと同じようにスベルトのホームページにあるような内容をこなしてもらって、で、さっきの、シンボリックリンクを作成したスベルトを、まあ、インストールすると。npm リンクスベルトっていうコマンドで、リンクができますと。で、npm ランデブをすると、これでもう手元に落としてきたスベルトを使って、アプリを、起動するということがもうできるようになりますと。で、ここからが本題で、今回デバッグ方法を大きくランタイム編とコンパイラ編っていうふうに分けて、紹介したいと思ってますと。で、なんでかっていうと、まあ、前提知識の、一応念のため前提知識の共有なんですけれども、まあ、スベルトはコンパイラーってことになっていて、スベルトのファイルを JavaScript に変換して、bundle.js ってのを作ると、まあ、思いますと。なんで、このコンパイルされたもの、bundle.js、今回これをランタイムと呼ぶことにしますけれども、これに対して、デバッグをしていくっていうプロセスと、
そのバンドル .js を作るための、コンパイルプロセスのデバッグっていう2つに分けて説明しようかなというふうに思ってますと。で、ランタイムに関しては、コンポーネントのライフサイクルを、簡単に理解しておくといいんじゃないかと思っていて、今回重要なところだけ抜粋すると、クリエイトマウントっていう関数によって最初のレンダリングを行って、アップデート関数によってドームを更新して、デストロイ関数によってドームを削除すると。まあ、一旦これだけ覚えておくと、まあ、どうにかなると思いますと。で、ブラウザでデバッグ、ランタイムのデバッグはブラウザでやるのが個人的にはいいと思うんですけれども、さっき言ったように、すべての処理はバンドル .js に詰まってるんで、とにかくこの中を、探せば、すべてが見つかると、まあ、いうふうに、思いますと。で、なんですけど、JavaScript ソースマップっていうのがあると思うんですけど、スベルトは、スベル、ドットスベルトっていうファイルをバンドル .js に変換してるんで、このソースマップっていう機能を使っていると、バンドル .js の方じゃなくて、スベルトのファイルのここを実行しますよみたいな感じで、ブラウザの便利機能というか、が、まあ、デバッグを支援してくれると思うんですけど、それがあると、逆にバンドル .js の側でデバッグができないので、これをオフにすると、まあ、いうのがポイントだと思います。で、簡単なデモなんですけど、npm、これ、npm、何でしたっけ、ランデブして、アプリを実行した後に、開発者ツールを開いて、enable JavaScript source map ってやつを、まあ、オフにしますと。これ多分デフォルトでオンになってる人が多いんじゃないかなと思います。で、開発者コンソールのソースタブで、ビルドの下に、これちょっと今違うところ映っちゃってますけど、bundle.js ってのがあるんですよね。なのでそこで、今回のデモだと、create っていうファンクションの先頭と、mount と、update と、destroy のところにデバッグポイントを、置きますと。で、これでブラウザリロードすると、最初に表示されるときに、最初にクリエイトが呼ばれて、次にマウントが呼ばれて、で、表示された。で、今度クリックのゼロタイムスってこのボタンを押すと、アップデート関数が呼ばれるというふうになっています。で、これさえ分かれば、あとはこの中で何が起きているかを一生懸命暇な子になって探せば、まあ、あとはどうにかなるというふうに思います。で、このバンドル .js っていうのは、スベルトアプリのパブリックビルドフォルダ配下にあるんですけれども、このバンドル .js を書き換えれば、ブラウザでも挙動が変わりますと。なので、まあ、今回、例えばですけど、春を滑るとってさっき出てたと思うんですけど、ここを春を滑ると、まあ、ジャパンに、変えてみるっていう変更をしてみます。で、そうすると、保存すると、ホットモジュールリプレイスメントによってブラウザがリロードされて、春を滑るとジャパンと出てくるというところで、これでランタイム側のデバッグっていうのはできるようになるんじゃないかと、まあ、いうふうに、思います。で、ここまでのまとめなんですけれども、まあ、ブラウザでデバッグする方が分かったということと、バンドル .js を修正できるようになったと。で、ここまで分かると、コンパイラで何の処理をしてるかよく分からないけど、作られたバンドル .js といい感じに直すってことができるようになったんで、そのいい感じに直したバンドル .js を作るための今度、コンパイラの処理を直していくっていう。ためのデバッグの方法を紹介していこうと思います。で、これも簡単で、今回 VS コードでやっていこうと思うんですけれども、launch.json っていうのを作って、で、あとはデバッグしていくだけですと。で、デバッグするときにスベルトの、構造がよくわかんなくて迷うことがあるんですけれども、まあ、とにかくコンパイル関数っていうのがあるんで、ここからデバッグを始めれば、まあ、どうにかなると、まあ、いうふうに思います。で、ここでまた、まあ、簡単な短い動画なんですけれども、最初に VS コードのデバッグのボタンから launch.json というファイルを作成して、ここで環境の選択っていうのができるんで、node.js を今回は選択します。で、そうすると、なんか JSON ファイルができるんで、ここの設定を若干変えますと。で、変えなきゃいけないのはプログラムっていうところ、configurations の下にプログラムっていうのがあるので、ここをロールアップに変えますと。スベルトのコンパイラーはロールアップっていうモジュールバンドラーを経由してスベルトのコンパイラーが呼ばれるので、この、何ですか、エンドポイントというか、エントリーポイントというか、これはロールアップを指定すると。で、オーギュメントも、パッケージ .json に書かれている内容をそのまま、使う。今回で言うと、-c、で、コンフィグファイルはデフォルトの、ロールアップ .config.js でしたっけ、を使うということと、-w でウォッチをするというオプションを今回は設定します。で、この状態で、先ほどのコンパイルっていう関数のところ、このノードモジュールズ配下のスベルトっていうところの下にコンパイラー .js っていうファイルがあるので、ここに
コンパイルって関数があるので、ここにデバッグポイントを今回置いてみることにします。で、この状態で、さっき、ローンチドットプログラムっていうところを、この左側の、なんですか、これは、このボタンから、これを実行すると、ここにブレイクポイントとかでこうブレイクされると。で、ここを見るとソースにじゃあ何が入ってるのかなとか、そういうのがわかるようになるんで、あとはもう一個ずつプログラムを見ていけば、まあ原理的には全ての処理が理解できるはず、ということになります。はい。で、プログラムを実際に修正したらアプリを、アプリっていうのは最初のコンパイラの方じゃなくて、我々が普段作るアプリの方ですね。これを再起動する必要がありますと。まあ、NPM ランでももう一回すると。そうすると、ブラウザをリロードすると、修正後のコンパイラによって生成されたバンドルド JS がロードされて、まあ、正しく修正されていれば、まあ、それが見えると、まあ、いうことになると思います。はい。で、最後に学習資料を簡単にご紹介したいと思うんですけれども、僕が、今まで、なんか良かったな、特に良かったなって思う、資料を今回4つ紹介したいと思うんですけれども、1個目が、メンテナーによるスベルトのコンパイラの解説っていうのがあります。で、もう一個、日本語でもこれを解説してくださってる方がいて、僕は、まあ、日本語の方が、読めるので、もちろん、こっちの方が、個人的に最初の取っ掛かりとしてすごい参考になったなというふうに思いました。ということと、今回、スベルトのデバッグ方法を紹介したんですけれども、メンテナーがスベルトキットのデバッグ方法を解説している動画も出していたので、これ、スベルトキットのデバッグをするときは、この動画が参考になると思います。で、これは最後番外編で、僕スベルト知ったの去年の7月とかで結構、もしかしたら遅めなんですけれども、そのきっかけになった YouTube があるので、もし皆様よければ見てもらえるとなんか楽しいかもしれないですと思います。で、このリンクは今 Google Meet でも貼りますし、まあ一応 Twitter とかでも貼っておくんで、もし Google Meet 終わった後になんだっけってなった場合は、まあ Twitter のツイートを見ていただけると、そこから追えるようにしておこうというふうに思います。はい。じゃあ、すいません。以上になります。ありがとうございました。